ここでまず言われてきたのは、登録をして、でこうした、古着とか服とか、生活に必要なものを受け取って、で当面の滞在先について、紹介を受けたりすることになっています。こちらの女性は、ロシア軍が支配するベルジャンシクから11歳の次男を連れてバスで避難してきました。Потому что у моего ребенка нету будущего. Там нету просто будущего. Школы не работают. School didn't work. Садики не работают. Интернета нету, чтобы они учились на дистанционке. Гуманитарную помощь, она к нам не нужна. Расисты забирают, по дороге они забирают. しかし、支配地域を出るのは簡単ではありません。ロシア軍の検問を通過しないといけないのです。Сюда на Украину я бы считала, что они героини, честно. Родители, которые увозят через линии фронта, вот это все. Они просто герои. Ну и тут это пожирно. 村山さんは黒海に面するウクライナ第三の都市オデーサも取材。この奥がコンテナの港で完全に止まった状態になっています。通常であれば輸出入をする船が点々と見える状況なんですけれども、全く船の姿がない状態になっています。オデーサは国際貿易の要であるとともに、世界中から多くの観光客が訪れる屈指のリゾート地です。しかし普段は観光客でにぎわってるんですけれども、今誰もいない状態になっていまして、というのも海からロシア軍が上陸するのを防ぐために、ウクライナ軍が地雷をこのエリアに敷設しているためなんです。観光名所であるオペラバレエ劇場も建物の周りに土のうが積まれるなど、街の中は臨戦態勢といった雰囲気です。そんなオデーサの街で行われていたのが、武器の使い方や怪我をした時の応急措置について学ぶ一般市民向けの訓練です。Because on battlefield, each second is on, it's like a goal. この訓練はウクライナ軍の協力のもと、ボランティア団体が運営しています。今年3月に開始し、自分たちの町は自分たちで守るという思いを持ったおよそ4000人の市民らが参加しました。I think like.Again, like any of us can do it, and it's crucial. It can save someone's life, and you never know like where the next missile will land. Ну, решила, что эта программа необходима, так как живем в стране, в городе, который, возможно, понадобится. Украина 国民一人一人がロシアの脅威と向き合っていました。